米国議会が量子コンピューティングサイバーセキュリティ準備法案を可決。米国議会は行政機関の情報技術システムをポスト量子暗号に移行する際の優先順位付けを支援するために行政管理予算局 OMB を設置する法案に取り組んでいます。法案には以下の条項があります。 行政管理予算局 OMB に対し連邦政府機関の情報技術の取得とポスト量子暗号への移行を優先するよう要求する。OMB に対し米国国立標準技術研究所 NIST が予定されているポスト量子暗号の標準化を発表した1年後に連邦政府機関が重要なシステムを評価するためのガイダンスを作成するよう指示する。OMB に ポスト量子暗号のリスクに対処する方法に関する戦略、必要となる可能性のある資金、政府全体の調整とポスト量子暗号の標準と情報技術への移行に関する分析を含む年次報告書を議会に送付するよう指示する。米国浄化料院はこの法案を可決し、まもなくバイデン大統領に送付し、署名を求める予定です。 法案の全文と状況については、クアンタムビジネスマガジンをご参照ください。